備え先及び熊野本宮周辺の空中写真画像中央を縦断する河川が熊野川。東側から半島上に張り出した尾根が備え先。北西対岸の大円形状の緑地が大再現。画像上部中央の円形の緑地が熊野本宮大社原社地。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成備え先京塚は、和歌山県田辺市本宮町内にある京塚遺跡。遺跡のある備え先は、大峰屋崖道場の霊地である七越方から、派生した熊野川砂岩の丘陵で、熊野川に、雄の地上に囲まれるようにして、大きく張り出しており、大祭原と川筋を挟んで向かい合う位置にある。国の史跡、大峰屋崖道の一部である。また、大峰屋掛道は、 世界遺産、紀遺産地の霊場と山景道の一部である。熊野参りが盛んになり始めた時期と京塚造営の流行期が重なることから、熊野三山,山,山を中心とする熊野には多くの京塚が営まれ、新宮、那智山においては大規模な京塚の存在が知られていた。三山の緊密な関係や新宮、那智山における京塚遺跡の規模からすると、本宮にも、 同様の京塚造営が推定されるものの、本宮ではその旧社地が、熊野川、音東川、岩田川の三つの川の合流する中洲という水害に、さらされ、安い不安定な場所にあって、旧社地周辺での埋蔵物の湿度は全くなかった。明治時代に大水害に被災して、関連資料が利用できなくなったため、本宮の京塚については、ほとんど明らかになっていなかった。わずかに、 本宮における堤防工事の折に土中出現をゴンフツと伝える極低罰金の随筆、うさぎ園小説の記事、及びそれに関連すると見られる、同性教頭及び統制外容器が伝わっていたものの罰金の記事では湿度の状況は明確ではない。そな先さ教図が初めて報告されたのは、1990年和歌山県教育委員会の調査によってであった。 和歌山県教育委員会は、東室郡地域を対象として実施した、東室地方広域遺跡群詳細分布調査の一環として備え先の調査を実施した。この調査では、給料長部にあたる A 地点、給料生誕の B 地点、B に隣接し、元宮急社地と熊野川を挟んで向かい合う尾根筋、北東斜面上の C 地点、A から、 北東の斜面上の D 地点の4つの調査地点が設定され、A 地点からは河原石や末室の亀辺といった京塚の可能性のある遺構が検出され、B 地点には河原石集積の遺構が確認されたほか、C 地点では主限道の道場とされてきた岩の側から河原室の土器底辺が得られ、さらなる調査の必要性が指摘された。2001年、 和歌山県教育委員会の調査結果を踏まえて、和歌山県東室群元宮町は、世界遺産登録及びその前提となる、史跡指定を目指す登録推進活動の一つとして、備え先教塚の調査を企画した。元宮町は、備え先教塚群発掘調査委員会を組織し、国庫補助金を得て、大谷女子大学文学部文化財学科の中村、広史に調査実務を依頼した。 中村は現地視察を経て2001年12月11日から14日にかけて遺跡の分布、測量、移行確認を目的とした予備調査を翌2002年2月5日から15日にかけて本格調査をそれぞれ実施し成果を報告書として刊行した。熊野川右岸から備え先を望む大谷女子大学の調査により丘料町部付近に 移行所在の可能性が高い部分が存在することの、ほか丘陵一帯に、京塚以外にも、祭祀以降、建物移行の可能性が示唆され、地形測量の結果、人為的な改変が加えられている、可能性が認められた。調査地内の町有林には、元宮旧社地を見下ろす、丘陵中腹部一帯にかけて河原石散布地があり、格乱を受けている、可能性があるものの、 移行検出作業により、当変数点が確認された。出土遺物として、青銅鏡破片、鏡頭図破片、影谷を合裾外破片、緑有陶器破片、青銅製鏡頭図破片などのほか大谷大学の調査で、第三地点ビーク1号鏡塚と呼ばれた地点からは、洞窟者の目を逃れたとみられる仏像らしき遺物も検出された。調査にあたっては、 給料量線上に第1から第7の地点を設定し、さらに各地点で積み石の状況の観察をもとにして区として区分した。7つの地点のうち発掘調査が実施されたのは第1と第3の2つの地点で39基の共図塚が検出された。調査にあたっては格乱の復元に努めつつも保存を考慮したため、 遺構の重複状況などいくつかの調査は断念された。これらの調査地点では、京塚の遺物、遺構だけでなく、岩倉信仰に関連すると見られる巨石や、丘陵町部の第七地点では、主原道における宿とされる、備え塾の遺跡の可能性がある平坦部が検出され、精査の必要が指摘された。京塚の形態と配置検出された、京塚以降は、A 形態から、 F 形態の6つに分類された。A 形態から C 形態および E 形態の各形態は積み石が一部失われているとの推定により、D 形態は内部から検出された異物との形状から復元状態は推定されたが、F 形態は蓋状の部分の状況が明らかではなく、強塚であることを識別し得る表示石を伴うという特徴があった。これらの分類は、 移行の形態の観察によって得られた経験的判断を元にした分類であることから、クイと石室の有無を基準として、目的を推定した分類が提唱されている。それによれば、クイのみの A 形態、クイ、石質ともなしの B 形態、石質のみの E 形態、クイ、石質ともありの F 形態を独立した形態とし、C 形態と D 形態を B 形態のバリエーションであるという。 備の先教塚で最も多く検出されたのは、より簡略な構造を持つ A 形態と B 形態であり、労力を要する F 形態は希少であるが、第三地点平た面の中央部に位置していることが注目される。これらの形態は、時枝、山本、2006A らにより、目的を意味すると推定され、石質を伴うとはいえ、簡便なものに過ぎない B 形態、E 形態は、 経典の奉納のための農協を、A 形態、F 形態は、経典の保存のための埋協を、それぞれ目的とするものとされた。京塚群は、積み石の堆積状況をもとに、各地点枠に区分され、例えば第一地点では A から D の四つの区に、分けられた。第一地点の A から C の各区では、複数の京塚を囲うような積列の配置が見られた。 こうした教図化の配置が何らかの秩序を伴うことは確かであるが、当初から何らかの意図、例えば肝心層ことの割り当てや、近親関係、知識層によるものといった条件に基づく区画設定であるのか、継続的に教図化が営まれた結果として発生したものであるのかは、未だ明らかではなく、今後の検討課題となっている。異物出土した異物には、日打金2点。 草花総長文教、銅像薬師如来立像などがあるが、最も多く出土しているのは、陶器、時期である。銅像薬師如来立像は、第三地点 B 区中央部の方形具イ部で、出土したもので、頭部の肉の形状や、着衣の形式から、如来像と見られ、左手に薬庫と思われるものを載せていることなどから、薬師如来像と判断された。作風から、平安時代末期から、 鎌倉時代初期にかけての作品と見られる。薬師如来が京塚に埋納されたいくつかの例があるが、そのうちに例は、那智京塚出土品、熊野早玉大社の女宝堂京塚出土品である。那智さんの出土品は京塚造営に先立つ手法において用いられたと考えられており、同様の用法があった可能性がある。時期、当期では外用期と見られる。 床波の亀の破片であり、13世紀のものが多数を占めるが、古くは12世紀後半、新しいものには14世紀のものも含まれている。しかし、発掘が実施された第一地点及び第三地点だけで、京塚の検出が39期に上り、京塚とは認められなかった、歴群も合わせると70期に達するのと比較すると、洞窟による喪失や、 未検出異物の残存を考えたとしても、京仏、外容器の総数は顕著に少なく、当初から京仏などを収めない、歴群、塚の存在や、地下の京塚開口と関係なく、歴群が営まれた可能性も考えられる。京仏、外容器の産地に注目すると、西日本由来の陶磁器が多いな地京化と異なり、備え先京化では、厚みよう、さなげよう、 瀬戸焼などの東海地方産の陶器が多く、12世紀には釜が開かれて間もないはずのとこなめ用の品が多いことは、備え先京塚の造営に、東日本からの参経者が大きな役割を持った可能性を示している。また、破損した遺物が顕著であることも指摘される。こうした破損は、洞窟によるものだけでなく、繰り返し京塚が造営され、 農協や積み石が行われたことにより発生した可能性もある。時期、陶器の出土品の年代が12世紀後半から14世紀にまで及ぶことや、京塚に保護の機能を書く農協のための形態のものが多いこととも合わせると、備え先京塚では京塚の造営が繰り返し行われていたと考えられている。大谷女子大学の調査では、 検出された遺物に対する自然科学的分析が行われた。行われたのは金属性出土品と出土陶器及び周辺岩石の分析である。金属製品の分析では小型仏像の後輩塗り金された鏡頭の二鏡頭身と思われる破片の3点を資料とし蛍光 X 線分析による非破壊検査を行った。その結果、それぞれの腐食前の材質として 銅鉛系で素図を微量を含む、材料、銀を少量を含む金で滅キされた、銅合金、銅皮素鉛系の合金との推定が得られた。ただし、表面の腐食部分を元にした推定であって、製造時の金属素性を正確に示すものではなく、微量元素についても確かな値は得られていない。湿度陶器及び周辺岩石の分析では、32点の湿度物と、 地元で採取された岩石資料8点に対し、蛍光 X 線分析による非破壊検査を行い、成分となっている元素の分析を行った。出土物の材質は、はじき2点、河原質土器2点、末質土器9点、海遊陶器1点の他は全て陶器で、16点が、床さん、3点が、厚見さん、6点が、さなげさん、1点が、瀬戸さんと推定され、 とこなめさんが圧倒的に多いという結果を得た。備ナ崎サ教塚の発掘に先立つ、本宮周辺の教塚の先行研究として、最初期に属するのは、杉山用による熊野山山の教塚に関する研究である。備ナ崎サ教塚の発掘以前には、本宮出土の遺物として伝えられているのは、東京国立博物館所蔵の同性教頭及び、統制外容器の2点に過ぎず、 杉山が取り上げたのはこれらの遺物である。同性教頭及び統制外容器が発掘されたのは江戸時代と伝えられており、極低和金の随筆、うさぎ園小説に土中出現を文筆として言及されている。うさぎ園小説は、文政8年3月22日、本宮において、堤防工事の折に発見されたという湿度の状況を伝えているものの、湿度地点までは、 明確にしていない。ウサギ炎小説は、東京国立博物館所蔵の統制外容器と、同じ名分を記録している。熊野山女法行名分大般若京一部百貫、白磁箱十二号箱別五十貫保安二年祭事、新中十月日、元首社門に吉勝段落ち三位、旗新任本宮出土統制外容器の、戦国名文統制外容器として知られる遺物は、 厚み用の最古の時期に属すると考えられている大型のもので、寸法は最大径4 1 0トル総高、39. 3 9 3トルに達する。表面の名分から、保安2年10月に、元首、吉勝、段落ちサニー、旗新人が、大半荷凶600巻を50巻一組にして12本の強図に分けて前納したものであることがわかる。段落ちである。 旗神になる人物は、他の資料や年代との符号といった点から京都、松尾大社の管主であった旗氏の一族と推定されている。また、元首の吉勝は、伊豆山の神社教塚から出土した、永久五年名堂異性教術にある、そう、吉勝と同一人物であると推定されている。校舎の傍傷となるのは、熊野三山との影響関係である。伊豆山の神社は、 熊野散々と等しく本宮、新宮、中本宮の宮山構成とし、なぎを新睦としている。また、熊野は、権限2年以来、東東海国を、治行国とし、さらに、阿波国や安防国をも地行国としていたが、これらの国々と熊野は、太平洋上の回路によって結びつけられており、東国からの熊野参りにおいては、年貢米を運ぶ船に便乗した例も知られている。 ことから、吉勝が回路で諸国を回遊した可能性も指摘されている。関秀夫は、熊野三山の京塚を論じる中で杉山と同じ、出土品を取り上げた。関は、統制外容器外面の名文と関連すると見られる、拓本が存在することを指摘し、両者が一致しないことを示した。名文によれば、埋能は十二個の容器に分納されて行われたと見られることから、一般に、 同系同代の容器が他に11体あるはずである。しかし、出土品と拓本が一致しないことから、形状や、器物の大きさが異なる容器が存在する、可能性があることを、関は指摘し、現存する異物に疑念を表明した。また、ウサギ園小説には、同性教術について記述がなく、逆に同書に、記述のある、網田像と、その納入容器は今日に伝わっておらず、 最大期などの熊の関連の諸資料にも、文政8年以外の記録が見られない。当時研究者からも統制外容器の申請性を疑問視する見解が出されているなど、これら江戸時代の出土と伝わる遺物は、異物自体の心眼も含めた再検討が必要とされている。大谷女子大学による発掘調査は、元宮周辺の教図家に対する初の本格的調査であって、 和歌山県の調査を踏まえ、世界遺産登録及び史跡指定を念頭に置いた、本宮町からの依頼により実施されたものである。2001年12月から2002年3月にかけて実施された調査の結果、丘陵生単部から長部にかけての痩せ尾根状に、京塚が密集して営まれており、保存状態こそ良くはないものの、2箇所の発掘地点から39基の 京塚と各種の出土品が得られ、京塚を6つの形態に分類した。大谷女子大学による成果を踏まえた山本義隆は、備え先京塚を主限道の信仰遺跡の一部として位置づけるべきことを主張し、発掘成果をより広い県地から評価することを試みた。時江つとむは、こうした山本の問題提起を受けて、備え先の位置、すなわち大峰山脈を貫いて、 吉野熊野を結ぶ、奥掛け道の一方の端にあるという点から、金峰山京塚と体になる結果としての役割を持つものと指摘した。さらに時枝は、備え先京塚と金峰山京塚の造営時期の前後関係から、主言道における信仰の成立史への示唆を示した。山本義孝は、こうした研究を念頭に置きつつ、主言道における 宿の一部として備え先教塚を位置づけ直し、峰中寺における宿及び、岩倉祭司の遺跡及び、聖域の教会としての性格を明らかにするだけでなく、中世の熊の三景道場に設けられた十九、王子の一つ、滝尻王子に対しても、備え先と同じ聖域の教会としての性格を指摘した。ありがとうございます。